左手に持つこの MIC、 右手に持つのはテンガ、テンガ、これはテンガ俺に与えた第二の武器、これで天下を統一する。 左手に持つ MIC、 もう一度紹介する、お名前は MCTKD in the house。 ラップ、ラップ、ラップするときいつも恐怖は隣、隣や、でも大丈夫、今日も俺の音で踊るリーナ。 アラベスクやってきた from オーストラリア、俺はぶち上げるぜ大外刈りや、みたいな感じ、だいぶ分かってるのかな。俺たちは日本男児の意地を見せたがる、そしてぶち上がる、のろしが上がる、見せたがる、髪がかる、そこらにギャルもたくさん、そしてそそり立つものがここにはある、それが天が、そんなわけないか、マジどうでもいいや、ラップこれ即興でやってますよ全て、まずは天皇の即位に大いなる賛辞を、そうだな、新しい日本の始まりに肌で感じな、別に俺は右でも左でもないけれども、今日の主役は僕でも君でもないけれども、今日の主役はこの場にいる人たち全員だぜ、俺は祝砲の代わりにラップでのろしをあげる、夜にかけるのはスペルマ、ここで今日は虹をかけるわ。誠にありがとうございます。季節は、10月に入りまして、もう間もなく11月を迎えようというところでございますけれども、そうですね、秋というものはですね、芸術の秋言いますよね、文化の秋、スポーツの秋、いろいろなことがこう世の中で催しされるわけなんですけれども、やはりそういう時期になりますと、こう何かこうせっかくなんで始めてみたいなということが、人間誰しも心の中から湧き起こってくるもんでございます。まあそんな折にですね、まあこう落語なんてものをこう始めようかなと思った少年がありまして、おい鉄、なんだおやさん、おめえさん、なんだ最近落語を始めたそうじゃないか。え、なんですって。ラクダに乗り始めた。おい鉄だ、落語とラクダを聞き間違えてるようじゃいかん。お前さん落語を始めたんだろ。ええ、そうですもん。だからなんでラクダに乗り始めたっていう。いたさ、ぶった。ぶつもなんも、お前さんは落語とラクダを聞き間違えるからしょうがないだろ。落語を始めたんだろって聞いてんだ。だからなんでラクダに乗り始め、痛い痛い。なんだよおじさん、おかしいじゃないか。オラは落語を始めたんだ、なんで落語に乗り始めたと。痛い。おやさん、そんなにぶったらコブができて落語になっちまうよ。演奏させていただきます。よろしく、アラベスク1年ぶり。じゃあ僕たちのバンドキャベルをお送りします。たくさんのご視聴山を越えね、谷を越えね、海を越えね、時を越えね、君の街へやってきた素敵なガブラ、ここや福屋や君の街を踊らせる素敵な
輩いかが踊ろう今夜は千鳥足でみんなで歌えばこの世は天国ララ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 ラ大体今の数曲ですね、我々がどんなバンドかというのが、お分かりいただけたと思いますが、基本的なベーシックなサウンドであるのは1930年代のアメリカを起点に全世界で流行しておりましたスイングミュージック、スイングジャズと呼ばれている音楽でございます。こんな音楽をやっている4人組ドラムレス。なぜドラムレスかというとですね、このスイングこのうんちくがなくなってもいいんですかね、空気的に。邪魔くさかったらもうええでって言ってください。別にもうな、知ってても知らんでもどうでもええねんから。もともとはね、1930年代の後半にナット・キング・コールっていうあの人ですね、ナット・キング・コールがトリオを結成した。ナット・キング・コールと、ナット・コール・トリオで、その時の編成がピアノ、ギター、ベースだったのね。ドラムやなし。今で言うとピアノ・トリオっていうとピアノ、そしてコントラバス、ドラムがピアノトリオって言われてるんですけど、その時
初めてなったころがピアノトリオのベーシックな形を作ったときにドラムじゃなくてギターがいたんですよ。でこれをですね、僕たちのバンド編成の言った下地にしてね、そこにスイングミュージックの、その時代のです、ね、花形楽器です、クラリネットを入れた4人組、これがグラップストンブスインギンとなっております。よろしくお願いいたします。ではメンバー紹介いたしましょう。皆様から向かって左側、左側、右側、左側左ですね。右も左もありませんけども、でも左側ですね、左側でピアノは吉岡陽平でございます。右、俺右だった、右でした。あ、そうか、右のうのつもりはなかった。とりあえず手を挙げないと潜在的な浮かもしれないですね。おーおー、イエス。皆様から向かって左側はこっちなんですか。なるほど、左側です。花形楽器でございます。クラリネットは山下拓郎の表記なんでしょう。こう見えても最年少でございます。そして、私はベースです。でっかいの聞いてますね、斉藤一郎と言います。よろしくお願いいたします。先ほどから、ラップをしたり頭を振ったりしているこの人がこのバンドのリーダーでございます。ギターは高田亮介。そして、一番うの人ですね。一番うの人は、岸本良平でございます。では、お届けいたしましょう。そもそもこのジャズの音楽が初めて世に出たのは1917年。今から102年前です。今から102年前にこの音楽がこのレコード化されたことによって僕たちは気づきを得てこうやって皆様の前に立っている。そんなジャズの始まりの一曲をですね、我々このバンドサウンドでもってリアレンジしてお届けしたいと思います。タイガーラグという楽曲をスカのアレンジをしてお届けいたします。
でしょうか。イエス。ライブ中でも全然あれですよ、お店の人にお酒ちょうだい言ってくれて全然いいですよ。いただきます。ウイスキーを飲んでるふりしてウーロン茶ですよみたいなね、なにわのブルースバンドの人とかようそんなこと言ってますけど、僕たちは本当に飲む、お客さんの前で嘘はつかない、お酒は好きですね。演者が飲まないことには皆さんが飲んでくれないような現場もありますからね、我々は飲もうと思います。で、そして何が行われているかというとですね、皆さんと我々は乾杯がしたい、乾杯か、完全に仲良くなりたいわけです。今日という日、一期一会の場合もありますからね、よかったら仲良くしてやってくださいませ。そして良ければ我々と一緒に乾杯しましょう。そして僕たちは音楽家、ミュージシャンですから、やはり乾杯一つとっても音に乗せてやりたい、それが流儀でございます。それでは準備の方はよろしいでしょうか。では曲に合わせてやります。お聴きくださいませ。ライナー乾杯しようぜ。乾杯。あさかずきちょうだいな、あケチケチしなさんな、駆けつけ三杯。もう一度。はい、乾杯。酒はうまい、うまい。少し酔った、酔ったらもう一杯おかわりして。はい、乾杯。飲ませてちょうだい。皆さんな駆けつけ三杯もう一回行こう。ヘイジスタイル、キリストの乾杯。バイオリン強い。
が難波にございます空というライブハウスに来た時の話なんですけれども、まあ昔からの友人がですね、ちょっと一杯ライブでも聞きながらビールでもって乾杯でもしようかということなんで、まあ仮にその方を A さんとしましょうか。まあ、その A さんと難波のライブハウスに来たわけです。難波という駅はすごいですね。地下が広いです、一向に出口が見つからない。怖いな怖いな、なんだかやだなやだな、いつになったらライブハウスに着くのかもわからない、どこかもわからない。拍手
いただくの両家で拍手を。我々のステージも佳境に入ってまいりました。後半に控えるはアラベスク、楽しいようにいたしましょう。僕たちのオリジナルソングお聴きくださいませ。お届けします、ステップ1、2、3。ララ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 ラ
いての曲でラストナンバーでございます。次の曲でラストソングでございます。ゆうたかてゆうたかてアラベスクイハブやん。怒った。あとにイハブやん。でもラストソングですよ。あのね、本日は、ご来場いただきましてありがとうございました。日本は関西、大阪で、主に活動しておりますクラップストンプスにホームページ、ツイッター、インスタグラム、YouTube チャンネル、Facebook、ありとあらゆるコンテンツでもって皆さんのもとにスイングミュージックを運ぼうとね、頑張ってますので、よければ、今後ともよろしくお願いいたします。最後の1曲でございます。ちょっと散々頑張ったんでね、ちょっとね、ベーストギターをちょっと休憩して、一番休憩して、最後ぐらいちょっとしっとりと、日本語の、ジャズナンバー、ジャズソングを、皆さんに聴いていただいて、我々ちょっと退散してね、でアラベスコさんに入ってきてもらおうと思いますので、それではラストナンバー、曲名言わずとも、分かる人は分かるでしょう、あえて言いませんが始めていきたいと思います。ピアノは岸本涼平、そしてボーカルクラリネットは山下拓郎、ギターは高田亮介、皆さん大丈夫です。クラブストーム宣言でした。バンド内パワハラってやつですね。歌います。聞いてください。今船出が近づくこの時にふと私は立ち止まり振り返る。旅して歩いた若い日を全て心の決めたままに愛と優しさと微笑みに溢れ今思えば楽しい思い出を君に心の決めたままに私には愛する歌があるから
中ですが、我々クラップストンプスイニーから、クラップストンプスイニーから、インフォメーションがございます。我々ですね、活動してもう9年から、このメンバーに代わって3年になりますから、たくさんの CD を出しておりますので、アルバムが4枚、ミニアルバムが2枚、コンピレーションアルバムが3枚、トートバッグ、ショルダーバッグ、T シャツ、いろんなグッズが出ておるんですけども、今日はなんと2種類の CD しか持ってきておりません。忘れました。すいません。でもね、通販があります。紹介していきましょう。クラップストンプスイニー、昨年2018年にリリースしました。全曲オリジナルの2枚組じゃない、一個一個独立してるんですけど、シングサイド5曲入り1000円です。大きな拍手。フラップストンプスイングスイングサイドインストゥルメンタルばっかり入ってます。こちら5曲入り1000円。高い。その他フルアルバム4枚、企画もの1枚ね、いろんな来年にはちゃんとしたフルアルバムをね、また作成しようかなと思ってます。海外公演もたくさん控えております。なんかいろんな情報が錯綜して、僕自身も頭が整理できていませんが、整理した情報は全てインターネット上に漂っておりますので、よければアクセスくださいませ。本日はグラップストップスイギーね、この後アラベスク出ますけど、ご来場いただきましてありがとうございました。楽曲の方に戻らせていただきます。僕たちはそこら辺でお酒飲んでるので、お声がけください。